はい、どうも皆さん、こんにちは、ダイダラです。それではね、ポケットモンスター、オメガルビアルファサファイアでやっていきたいと思います。今回作ったポケモンは右上、フラインゴ。フライゴミとかね、巷ではいろんなこと言われてるんですけど、このポケモン、実はとっても強いってことをね、向こうもいるじゃん。向こうも使ってんじゃん。これ夢のタッグマッチあるかもしれませんね。ちょ期待しながらね、やっていきましょうか。さて、相手のポケモンちょっと読めませんね。これちょっとマリルリ戦闘で行きたいと思います。向こうね、氷のマンム出てくるかなと思うので、マリルリから攻めていこうと思います。そしてフライゴン。さあ、残ってる一匹がどうしようかな。カバルドンがね、落とせるポケモンがあまりいないんじゃねえかなってね、思うので、ヘラちゃんかジャローダか。どうしようかなねえ、ヘラちゃんかな、ここは。ヘラちゃんでね、行きたいと思います。メガ枠使って、ね、ガンガンと攻めていきたいと思います。頑張りましょう。よし、それでは対戦どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ1匹目。なんだ、マム、マム、マム、俺のマム読み。バグーだ。まあ、でも、OK でーす。で、さあ、バグーだ。ね、メガバクーダにするのかな？炎地面タイプっていう、まあ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 強いポケモンですよ。うん。いいポケモンですよ、こいつは。とりあえず、アクジェしときましょうか。ね、さあ、引っ込めてきましたね。腹太鼓、まあしてもよかったんですけど、ね、トリトドン。あ、これ、やばい、貯水、呼び水が。やばい。特攻上がっちゃったー、ほわーほわーまずい、ぐちょぐちょ、やばいですよ、これ。さあ、特攻上がったトリトゾーンね。ちょっとやばいですね。ポケモン変えてもいいんですけど、冷凍ビーム撃たれたら、ね、かなりきついんですよね。使ってこないかな、冷凍ビームとかは。いや、覚えるよね。熱湯とか冷凍ビームとかが大体持ってるイメージあるんで、とりあえずじゃれついておきましょうか。ね。こっちの方が早い。かわいいにゃーん！半分以上！さあ、なんかアイテム食べますね。お盆かな、これは。ね。よし。さあ、お盆でも一応圏内でしょうか。あくび。やったな、あくび。さあ、あれ読んでたんでしょうかね。さあ、ちょっとあくびは少し辛いです。ね。眠ってマリルリ捨ててもいいんですが、いいのか、ダメだ。バクーダを落とせなくなってしまいますので、ヘラちゃん出したいと思います。さあ、もう一回あくび使ってね、何かしてくるのか、ね、どんな感じなんでしょうかね。さあ、ヘラちゃんよろしく。さあ、自己再生、やらしい技だ。さあ、これで相手は多分引くでしょうね、バクーダ。を、出してくるかな、種マシンガン読みで。でも、その後、バクーダ出てきたとしても、ねえ、俺のヘラちゃん最強だから、ねえ、全然、なんともねえしってやつ。ねえ、ほんとかよ。よし、まあまあ、とりあえず、種マシンガン、ね、打っておきましょう。ね、もう前も言われてます。前も言いましたね、僕。お前は素直になれって。なんでそれって言いたくなるけど、でさ、バクーダ。まあ、でも、炎地面ってことは、倒倍なんですよね、草って。一瞬4分の1かなって思っちゃったけど。炎地面だな、炎地面なんでね。草は倒倍です。ね、倒倍のアタック。食らうがいい。落ちろ。種も進化！さ、そこそこ食らいますね。まあ、防御力はね、そんな高くないバクーダ。メガ進化もしてないのでね、いいダメージが入りました。オッケー。十分でしょう、これ。こんだけ削れたら5回ヒット。おいしい。さあ、このままもう1回種マシンガンでも落とせると思いますので、種マシンガン打っておきましょう。バクーダ、素早さは超低いですのでね、ヘラちゃんは絶対勝てるでしょう、ここは。あ、はい、ということで皆さん、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です、ダイダラです。今からフライングをね、
あの本当の強さをね皆さんにねお見せできたらいいなと思います。よろしくお願いします。さて来たこれはフライゴンを試す絶好の機会じゃないでしょうか。ねえ、なぜそう思うのか。ねえ、今日やっぱやばいね、飛んでるやつ3匹もいる。きつこれ。え、めっちゃきつ。え、ちょ、待って。めっちゃきついこれ。あかん。とりあえず、初手、ゴルーグ。ね。攻めよう。そして、フライング。攻めよう。そして、最後の一匹。あのね、虫野郎、虫鋼のあいつが落とせない。どうしよう。あいつ超強えぞ。あいつ強えぞ。ヤドランぐらいしか大文字覚えてるのいねえんだけど。物理も受けれるし、いいんじゃねえの、このパーティー。勝った。どうぞよろしくお願いします。はい、さあ、相手の初手は何から来るのか。ねえ、俺の予想では、ウルガモス。ファイアローは勘弁な。さあ、来い！ファイアローロロロロロロロ、イロチー。イロッチ、さあファイアローよ、お主はもう死んでいる。で、ストーンエッジで確実に一撃に落とすのもいいんですけど、相手は多分ね交代してきます。やっぱしてきません、ストーンエッジ打ちます。ね、ダメ、素直になれ、お前は。素直になれ、皆さんに言われてますね、素直な男ダイダラ。さあ、向こうは交換してくるかな？まあ、でも、ストーンエッジの一撃ってかなり、強いです。急所に当たればね、すごい美味しいですし、向こうのポケモンで岩を受けられるポケモンって、ね、俺の嫌いな鋼ちゃんぐらいしかいないかな？さあ、ブレバ、突っ込んできましたね。よし。でも、ブレバで突っ込んでこられるのもすげえ嫌なんだよね、俺。ねえ。ギリ耐えたってぐらい。俺もう、ゴルーグ機能停止じゃん。でも、ファイアロー潰せたから全然いいし。ファイアローじゃあな。俺、ファイアローほんと嫌い。よかった。俺のゴルーグが、もう、ね、仕事したって感じでしょうか。さあ、次のポケモン。さあ、出てきた、ウルガモス。さあ、ウルガモス。ね、なんか攻撃してくる感じでしょうね、これは。まあ気にせずにね、ストーンエッジ打っときましょう。向こうも攻撃してくるね、火炎放射。まあこれはしゃあない。ね、アバンジで受けて、で死にましょう。オッケー。さあここからですよ、皆さん。俺たちのエース、登場、フライング。かっこいい。かっこいい、このフォルム。虫ポケモン対虫ポケモン。違う？ストーンエッジ、当てろよ。引っ込めだ、マジか。さあストーンエッジ打ったんですけど、引っ込められて出てきたのはハサムエッジ。さあなんとか当てるっち。さあストーンエッジ、やっと当倍だが全然食らわねえ。こっちも引っ込めましょう。ヤドランよろしく。さあなんだかんだ言ってね、フライゴンのねタイプってかなり優秀でね、炎は半減なんだよね。虫は等倍だけど。ね、いいポケモンですね。さあ、トンボ返り、バイバーイ。ちょっとうまいですね。え？そんな食らう？そんな食らう？ちょ待って。胃の玉か。なるほどね。それはきついわ。さあ、これで、俺の嫌なのは蝶の前をされることだね。ねえ、蝶。さあ、朝の日差しとかも持ってますので、ちょっと怖いですよね。さあ、俺だったらウルガモスってラムの実とかも出せんだよ。ねえ。で、ねえ、なんか、待っても全然平気です、みたいな。だからちょっと戦いづれ、これマジやべえな、これ。さあ、技的にはね、打てる技がありませんね、これ。ダイモンジ、冷凍ビーム、サイコキネシス、電磁波。これは、うんこ！やるんこ！ギガトレイン！大丈夫。よし。
さあ出てきたまたウルトラエース。さあここで皆さん僕の読みですね。向こうは何を出してくるか。そうです、ハッサム入れ替えてくるでしょう。俺のストーンエッジもう見てます。もう見てしまったらもう引くしかない。そうでしょ、違う引くしかないよな。ということは地震、雷、火事、地震。あれ、あー、そういうやつでも耐えるんですよ皆さん。見ましたか、強いフライゴン、化け物だよなこれ。攻撃力も高くて、もう全部が全部ウルトラエース級。よし、さあこれでねちょっと読みが発生しますね。バレットパンチ打ってくると思われますので、ヤドランに交代したいと思います。バレットパンチ打って猪玉で削れて、ねえ、ゴツゴツメット、これでしょう。交代しましょう。よし、さあ体力ね、再生力でちょっと回復してます。 OK、 さあバレットパンチ OK、 さあ読み通り、さあ5つ目の餌食となれ。さあ猪玉で削れて5つ目で死ぬ。よし、さああと5つ目一発とね猪玉で落ちます。これで勝ちです。対戦ありがとうございました。よし、今回フライゴンがウルトラ活躍した回でしたね。皆さんフライゴン使ってみたくなったでしょう使ってみたくなったでしょう。あの虫ポケモンとね見間違うようなね輝かしいフォルム、そして圧倒的強さね、ストーンエッジは当てる。皆さんもね、ぜひとも使ってみてください。それではね、今回も勝って終わりにしていいと思います。行きましょうか。さて、1匹目。何が出てくる？ね、何が出てきてももう一緒です。フライゴンが全て潰す。本当に？本当にお前調子取ってねえか？大丈夫か？大丈夫です。そして、リザードンが嫌だな、俺。ゲンガーもやだな、全部やだ。リザードンどうしよう、あいつがね今きついな。落とせねえ落とせねえマジでやべえ。マリルリかな、マリルリあんま刺さってねえけどきついなこれ。やばいやばいやばい、いい感じに敵超強えぞこれね。まあマリルリちゃんがすべて滅ぼしてくれると信じてやっていきたいと思います。ゲンガーが来たらつらいそれだけです。どうぞよろしく。いや、ゲンガ来るよな。やべえ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 。やべえ。ジャローだ、入れとけよかった。でもジャローでも一緒か。きついな、こいつは。ガンザザリアだな、ゲンガ。このパーティー。まあでも、フライゴンがいるだろ。俺にはいるだろ、フライゴン。な。頼むぞ、フライゴン！来てくれ！ゲンガ出てきた！ゲンガーはダメだって言ったでしょ。さあゲンガー特性浮遊ですね。地面タイプの技は受け付けぬね、強いポケモンです。ここはね男を見せよう、激凛。え、あちょっと大、まあまあまあ大丈夫、激励！ミミロップよ、落ちよ。いいダメージ入った。いいダメージ入った。さあ、これは猫魂してくるでしょうね。やめて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 もう。やめて、猫魂。痛い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 、ひるむひるむひるむ。急所に当てるのはずるいずるい。あ、ピヨったピヨったよし、さあこれでまたポケモンチェンジしましょうか。さあミミロップで、何をしてくるか。飛び膝蹴りとかしてくることはないと思うんですけど、ゴルーグでいいかな。ゴルーグにしときましょうか。レイパンかな、レイパンだったらまずいなこれ。さあゴルーグ効果抜群なんですよね、レイパンは。ちょっとまずい。
やべえ、今ちょっと脳みそ考えず使っちゃった、出しちゃった。さあ、出てきたレーンパンツアスありがとう。やべえ、やべえ、これ。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。冷凍パンツ食らっちまった、これ。さあ、冷凍パンチ。さあ、これ、ゴルーグ無償で相手にプレゼントした感じでしょうかね。ちょっとまずい。かなりまずい。で、ウルトラまずい級。これは。はい。ということで、これからですね、どうするかですね。ここで、腹大悟してもいいんですけど、アクアジェットで確実に倒すかどうか。相手のポケモン、ゲンガーでしたよね、最初。やだな、ゲンガー。ゲンガーは悪事で落とせっかな。でも、多分、あれだ。大丈夫。そのまま、来ると思ったけど、違う。なんだろう。さあ、ギャーラドッツーさあ、威嚇痛い。威嚇は犯罪ですよ。痛い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 。全然、ゴツメギャラドスっちおめえさあ、どないしましょうか。これかなりきついよね。これかなりやべえよな、ほんと。ミミロップ、あと残ってミミロップと、なんだゲンガーと、ギャラドス。ちょ、待って、フライゴン全然活躍できねえじゃん、これ。やばいやつだって。ちょっとこれは、じゃれついときましょう。メガ進化してこねえんだけど、竜の前にしてくるよな、そりゃ。さあ、素早さも全部上げる。にゃーん5つ目の餌食なんだけど、ちょっとでもダメージ与えときで。痛えよ、これ。さあ、もう一回行こう。さあ、地震攻撃。やめてください！死んでしまいます。あ、急所当てたか。さあ、お盆食えなかったのがね、ちょっと嫌だね。さあ、残ってるのはフライゴンです。フライゴンが全部やっつけます。俺が勝つルート、みんな聞いてくれる？ストーンエッジを3回連続急所当てる。来い。まず一発目、まずこれでギャラドスを落とす。次、ミミロップの猫魂を耐える。耐えて、スカーフがミミロップの素早さを抜いていると信じつつ当てる。はい、強い。次、ラスト。ゲンガーに、急所で当てよう。ホトトギス。頼むぞよ。当てろよ。ソエジ。当たる。タスギじゃない。まあ、いいでしょ。催眠術、嘘だろ。嘘だろ、お前、うこーうんこー嘘だ、当たりめーあっ痛い。はい、ということで対戦ありがとうございました。くっそー、いいとこまで行ったよね。あのゴルーグのプレミがなかったらワンチャンあったかもしんねえね。まあ俺のせいだ今のは、ね、対戦ありがとうございました。でも皆さんにはね、ゴルーグの強さがもう十二分に伝わったんじゃねえかなって俺思います。さあ、今回作った、で、フライゴン、こんな感じですね。技構成、激凛ストーンエッジ、地割れ、地震です。持ち物は、こだわりスカーフ。まあね、ガブリアスに比べて、まあ、完成劣化なんですけど、ガブリアスでやれっていう意見も多数頂戴いたしましたが、まあ、使う理由っていうのは、愛ってやつですかね。全然愛してませんけど、皆さんもね、ぜひとも使ってみてください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。おつぽよ。また会おう。